皆様、文明開花はエレキ王様活動大写真2024年2月4日、スキップシティ21周年待開きイベントカツベンテナーニがスキップシティ映像ホールにて行われました埼玉県在住の活動写真弁士である麻生八田氏、麻生小八田氏が出演し

「ニューッと現れましたのは浜辺のスイカ」ではありません囚人服の我らがチャーリーそう脱獄衆でありますあまずいあんたはカニかふうあごてしめしめ今のうちにそーっとそーっとそーっと,そーっと しまった自由を我が手にカ弁というのはサイレント映画に語りをつける日本独自の和芸でございます実はこれ日本独自なんでございます海外ではサイレント映画無声映画等。 オーケストラの音楽で楽しむという楽しみ方が主流でして、えー、こういったスクリーンの横でピーチクパーチクおしゃべりをするような、えー、弁士とと言わわれれる存在は誕生しなかったと言われておりますじゃあアメリカに持ってった時どうだったのかと申しますと。あのー どの会場でも一人目の登場人物を私が喋った時にはあ始まったなというような空気が流れるんですけれども今度2人目の登場人物を語った時に、えー、どこの会場でも一様にしてどっ っていう,こう人々が驚いた時の「ド」っていう歓声が上がっていて非常に興味深いなというふうに思ったんですけれどもえというのはですねその2人目の登場人物の声をえ発声した時に初めてお客様方は「あこれから上映されるこの映画の登場人物全ての登場人物をこの弁士が一人でやるんだ」というふうに驚いた時のこの「ド」っていう音だったんですね。 ニュートと出ち来たんは浜弁スイカじゃろうあ、違うんな囚人服を出ち来た今詩がチャーリーじゃよみちょかだ有名しで覚えちゃったら後時自慢でくるであー、しもた弁詩の数だけ、映画館の数だけその日その時のお客様によってえー、この活弁の語りというのは変わったわけでございます活弁をグローバルワイドに広げていきたいと存じます

こいやとっちゃんの顔も立ちやしょう。それじゃおめえ山を降りてくださるのかいそうしてもらいやありがてえそれじゃあ忠のくれぐれも体に気ぃつけてとっちゃんをお出しで忠臣一家の知恵者と呼ばれている日光の円蔵の計らいで別れ別れになるの出だ。 鷹の国の住人小松五郎義金が鍛えた技ざの万年だめの雪水に清めて俺には将棋てめえというつれ味方お 国定中治の名セリフというのを、えー、取り出してみてください「赤城の山も今宵を限り」というこの、えー、名セリフでございますけれどもご一緒に楽しんでいきたいかと思いますよろしゅうございますでしょうかそれではまず私が先に言いますのでつけてきてください「赤城の山も今宵を限り」「はい!」 赤城の山も今宵を限り。うまい。次行きますよ。A 社用意スタート。やったー。<laughs> はい。赤城の山も今宵の限り。いいですね。生まれ故郷の国佐賀村や縄張りを捨て国を捨て。 かわいい古文のてめえたちとも。いいですね。つい味方があったのだ。おお。素晴らしいですね。どうもありがとうございます。ああ、無声画って今ないんで。はい。俳優もスタッフもやっぱりやったことはないものですから。ですよね。ねとにかく練習は大変で、半年ぐらい俳優たちは頑張って。はい、ああやあ。 世界各国には山ほどの、えー、サイレント映画ございますし日本にも、えー、まだ残っております今未来の、えー、映画監督さんが新しく、えー、サイレント映画を作ってくださる活弁の機会を作ってくださるということも、えー、これからあるのかなというふうに思っておりますので、えー、またぜひ、えー、活弁というものを身近に感じていただきまして、えー、ご来場いただけましたら大変嬉しいなというふうに思います、えー、本日は最後までご清聴賜りまして誠に ありがとうございました活弁を見て知って体験できた愉快なイベント大好評のうちに終了しました。